奈良旅。さまざまな角度から奈良観光を楽しみましょうということで、今回は弘法大師と奈良の関係性、空海と東大寺と題しましてお話しさせていただきます。皆さんこんにちは、奈良とびっきり観光ガイド香山隆盛です。弘法大師空海といえば、皆さん真言宗の開祖で平安時代に活躍した僧侶というイメージが強いのではないでしょうか。実はですね、空海は774年に誕生していますので、11歳までは奈良時代を生きたことになります。そして僧として大成していく過程におきまして、奈良の山岳や寺院と深い関わりがありますので、そのあたりを年代順に見ていきましょう。弘法大師空海は774年に現在の香川県善通寺市に生まれます。この時代の天皇は弘仁天皇で、7年後の781年には第50代の桓武天皇が即位します。桓武天皇は奈良時代最後の天皇で、784年には長岡京へ遷都がなされます。幼少より優秀であった空海は、この頃より儒学を学び始めまして、788年、14歳の頃には都へ出て、母方の叔父で儒学者の後の大谷から正式に教えを受けます。そして791年、17歳の頃には大学入学を果たします。この時代の大学は官僚の育成機関で、大学寮と呼ばれるものでして、平城宮に併設されている国家的施設だったんですね。長岡京にこの大学寮があったかどうかは微妙で、おそらくは平城宮の大学に入学したのではと考えられていますけれども、空海が学んだ大学が平城京だったのか、はたまた長岡京だったのかは不明です。大学での空海は、そこで学ぶ儒教などの学問は役人になって出世するためだけのものと、かなりの不満を持っていたと伝わります。実際にはですね、その学問が空海のレベルからすると物足りなかったんではないでしょうか。入学後2年経った793年、19歳になった空海は国蔵愚門寺法という仏教の儀式に出会います。簡単に言いますと、国蔵菩薩からその力を与えてもらうというものなんですけれども、空海にこれを授けたのが大安寺の権宗という高僧だと伝わります。奈良の有名寺院が出てきましたよね。このことがきっかけとなりまして、空海は権宗を師として出家、大学を中退することになります。ここで少し大安寺をご案内しておきましょう。大安寺は東大寺からですと南西の方角約5キロ程度のところにあります。寺殿では聖徳太子が建立した熊堀精舎が前身寺院となっています。それが後に幹寺となりまして、移転や改称を繰り返します。奈良時代に現在の地に移されまして、大安寺と称するようになったとのことです。当時の大安寺は東大寺や興福寺と並んで壮大で、なんと七大寺に数えられていたんですね。東西にある東大寺や西大寺に対しまして、南大寺とも呼ばれていたそうです。この大安寺で三論宗の巨匠として頭角を現したのが空海の師とされる権宗です。平安時代になりまして、空海もここ大安寺と大きな関わりを持つことになりますので、後ほど年表で解説させていただきます。では年表へ戻りましょう。空海が出家をした翌年の794年には平安京へ遷都がなされます。
この時期、空海は大峰山へこもったり、奈良のさまざまな寺院で修行を行います。そして797年、空海23歳から24歳にかけて、三号四域という宗教的小説を書き上げます。この三号四域は空海の出家宣言とも取れる内容となっていまして、中国から伝わった儒教、道教、仏教のこの三つの教えを比較して、仏教が一番素晴らしいといったような文脈となっています。俵元の神楽寺にはこんな伝説が残されています。空海がこのお寺に留まって、この三号四域を執筆中に、うるさいカエルを叱ったところ、それ以来カエルの鳴き声はしなくなったというお話です。ここ神楽寺も弘法大師ゆかりのお寺なんですね。そしてそこから3年後の800年、空海26歳の時に久米寺で密教の経典である大日経を発見します。それまでの修行で満足できなかった空海は、二つとない教えを求めていたところ、久米寺の塔頭に大日経があるという夢を見て、実際にその経典を発見したと伝わります。しかしながら、経典を読むだけでは理解が難しく、さらにはその教えを授けることのできる高僧が日本には存在しなかったんですね。このことが後に空海が遣唐使船で唐へ渡るきっかけとなります。実は空海はこの辺りまで正式な僧侶ではなかったんですね。正式な僧侶のことを官度僧と言いまして、国家の許可制、いわば国家資格のようなものです。それに対しまして、官の許可を得ずして出家した僧を指導僧と言います。正式な僧侶になる儀式を儒戒と言いまして、当時その儒戒を行うことができたのはここ、東大寺の階段堂のみだったんですね。唐から高僧である鑑真を招き入れて建立されたものです。空海も804年、30歳の時にここ階段堂で儒戒をして官度僧となっています。遣唐使船で唐へ渡るためには最低限必要な資格だったというわけです。ちなみに最長は785年、19歳で同じく東大寺で儒戒をしています。そして同じ年、804年に空海は遣唐使船へ乗り込むことができます。最長と同時にです。ただし、この時、最長はすでに天皇にも認められた高僧で、空海は仏教を学ぶための一留学僧であったことはよく知られています。帰国後は最長は天台宗の開祖、空海は真言宗の開祖となるわけですけれども、旧勢力として南都仏教を見下げて敵対した最長に対しまして、融和的であった空海は互いに補完し合う立場を取ります。これが奈良に弘法大師ゆかりの地がたくさんあるゆえんでもあります。奈良仏教と真言宗、天台宗につきましては、こちらの動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。そして810年、36歳の時に空海は第14代東大寺別当に就任します。別当というのは僧侶のトップ、事務を統括する人のことを言いまして、2024年現在、東大寺の別当は第224代目となっています。こちら、真言院はおそらくはこの別当就任時に建立されたのではと考えられております。南大門を抜けて、東大寺ミュージアムを通り過ぎた左手にあります。822年、空海が帰国して
16年が経過した時に嵯峨天皇からここ真言院に勘定道場を創設することが許されます。勘定とは密教において正当な後継者の頭に水をかけて悟りの位へ到達したことを証明する儀式のことです。勘大寺である東大寺に勘定堂が建立されるということは真言宗が国家的に認められたことを示しています。以降こちら東大寺真言院は南都における真言密教の拠点となるわけです。これで東大寺と空海の深い関わりがお分かりいただけたかと思います。さらに829年、空海55歳の時には大安寺の別当にも就任しています。これが先に大安寺の下りで申し上げました大安寺との深い関わりです。弘法大師と奈良、空海と東大寺と題しましてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。最後は空海とも関わり深い飛鳥村の岡寺をバックにお別れです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。